はい、どうも岡田知恵理担当プロデューヌのテクタンと申します。今回はシンデレラフェスノワール、こちらのフェス限アイドルちゃんを予想していきたいと思います。はい、今回はローテーションで言うとキュートタイプの番でございます。はい、ここからちょっとね予想が難しいです。はい、というのもノワールで実装されるアイドルちゃんは、まあ、基本的には前回実装された時からある程度間が空いている、まあ、これはノワールに限らずですね。で、ブランですでに実装済みのアイドルちゃん、そして基本的には5周目待ちのアイドルちゃんから来ているっていった感じだったんですけれども、まあ、5周目待ちのアイドルちゃんもどんどん実装されていき、まあ、6周目のアイドルちゃんもどんどん実装されている状況であるので、今回ぐらいからキュートタイプのノワールのアイドルちゃん、6周目待ちの子から結構考えないといけないっていう、そういう状況になってしまっております。ここで候補のアイドルちゃん、今だったらブラン実装済みのアイドルちゃんで期間が1年以上、まあ、それぐらい空いていて、で6周目待ちのアイドルちゃん上げていくと、サチコ、チエリちゃん、アンズ、サイハン、カナコ、この5名になりますね。はい、カナコは1年は空いてないんで、まあ、ちょっと微妙かなと思います。で、この中で、まあ、特にちょっと怪しいかなって思ってるのがサチコとチエリちゃんの2人ですね。アンズも怪しいかなとは思うんですけれども、アンズが来てしまうとキラリン5周目アンド6周目がもうほぼ同時期ってなるから、まあ、ちょっとどうかなって思って一旦ちょっと省いて、まあ、サチコとチエリちゃんで考えます。はい、で先月の営業コミュにチエリちゃんが登場してるんですよね。それがどうしても私引っかかってて引っかかってて、営業コミュだけで終わるかなって、他にもしかしたらなんかあったんかもしれないんですけれども、うん、ボイス収録がね、なのでガシャの収録ももしやあったのではと考えて、ちょっとねチエリちゃん予想しようかなと思います。この時にね、まあかなこと一緒に営業行ってるんで、かなこのボイス収録もあったんですけれども、かなこが1年空いてないんでちょっとどうかなと思いつつ、でも1年空いてなくても最近割とねポンと急にね実装したりするんで、まあ、ちえりちゃんとかさちことかと思わせて1年経ってないけどかなこでしたっていうパターンかもあるかなとは思いました。はい、ですが今回はね我が担当のちえりちゃんちょっと予想を出してみたいかなと思います。はい、ということで私の予想はそのような感じになりました。ちえりちゃんの実装時期がね結構11月だったり12月っていうのが、まあ、非常に多くて、うん、何か縁が実はあったりするのかなとか思ったりして、ちょっと今月にね予想も考えてみました。はい、皆さんはどのような感じになりましたか？よかったらコメント欄にて教えてください。もしちえりちゃんが来たら配信いたします。ガシャ配信いたします。はい、ということで今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。